アジ島ライン株式会社は、宮城県石巻市、門脇町にある海運会社。石巻港から石巻市に属する離島である田代島、アジ島を経由して、金華山へ向かう連絡船の港でもある、押シ半島の先端に位置する、アユカ港までを所有する2隻の船で結んでいる。随時、田代島、アジ島両島の休館搬送に当たっているほか、 仙台湾内でのクルーズ、船舶チャーターも受け付けている。石巻中央発着所、または、石巻門脇発着所を止まり港、人志と田港あじ港長谷港あゆかわ港、フェリー、マーメイド2総トン数、113トン高快速力、17キロトン定員、231名最下重量、44トン、渡辺造船所建造、 2018年12月より就航。高速船、シーキャット総トン数、109トン高開速力、25キロトン定員、220名生活物資の輸送も行う。夜間は、田代島に停泊し、夜間休館運送に対応。2019年3月より就航。フェリー、マーメイド総トン数、116トン高開速力、11キロトン定員。 212名車両、トラック及び乗用車三大生活物資全般、車両輸送を行う。ただし、甲板寸法及び積載方法から中型トラックなど長大車両の輸送は不可能であった。かつて旧北上川の中洲にあった村上造船所制、マーメイド2就航に伴い引退、高速船、ブルーライナー総トン数101トン高快速力、 18.2キロトン定員、220名、シーキャット就航に伴い引退。小型客船、未有送トン数、19トン高快速力、18キロトン定員、73名元四国帰船、カモメ。四国帰船で引退後国内各地を転々とした経歴を持つ。シーキャット就航に伴い引退。愛川味島のみの就航であった。 JR 石巻駅から徒歩15分程度、または、都バス山下門脇線で、中央一丁目下車徒歩1分。マンション、リバーサイド元町2階が事務所、乗船券売り場、待合室となっている。いずれも、JR 石巻駅から、路線バスタクシーと歩なお、マイカー利用者向けに、石巻門脇発着所前に、無料駐車場が用意されている。 鮎川港の観光桟橋にある。ありがとうございます。